皆さんこんにちは。マイクロソフトオンライントレーナーの高見です。この動画では学生の方やビジネスマンの方に向けて Surface Laptop 4 13.5 インチの魅力をご紹介します。この Surface Laptop 4、一見するとスタンダードなノート PC なんですが、細かいこだわりがたくさん詰まっています。例えばボディはネジ穴一つ見えないように設計されており、ヒンジも見えません。メタルの質感はしっとりとしていて触り心地が良く、ディスプレイは指一本でスムーズに開きます。本体カラーはプラチナ、サンドストーン、マットブラック、そして新色アイスブルーの4色。どのカラーも個性的で落ち着いています。そして絶妙な画面比率と解像度。一般的なノート PC の画面比率は16対9ですが、Surface シリーズは共通して3対2と縦に長い比率を採用しており、画面の解像度も 2256×1504 で非常に高精細で、細かい文字まで綺麗に見え、多くの情報を表示することができます。ところで皆さん、普段パソコンでどんなことをされますか？店頭ではウェブブラウザーで調べ物をする、オフィスアプリで資料やレポートを作ると答えていただく方が多いのですが、ウェブページもワードファイルも縦にスクロールしますよね。 Surface の画面比率と解像度はそういった普段の使い方が快適に、そして生産的になるように設計されているんです。スタンダードなノート PC でありながら Windows 10の機能が最大限使えるのもポイントです。ディスプレイはこの薄さでタッチ操作とペン入力が可能。 Windows Hello にも対応し、顔認証でパソコンにログインできます。スペックも隙がありません。PC の頭脳ともいえる CPU は最新で高性能。一つ前のモデルである Surface Laptop 3と比べて最大 70% もパフォーマンスが向上しており、非常に快適に使うことができます。すべてのモデルが SSD 搭載。 SSD はアプリやファイルの読み込み速度が速くて、チップのようなパーツなので壊れにくくて丈夫です。インカメラには 720p HD カメラ、そして2つのスタジオマイク搭載で、オンラインでグループワークをしたり、授業を受ける際に自分の表情や声をクリアに届けることができます。ドルビーアトモス搭載オムニソニックスピーカーは上下左右と立体感のあるサウンドで映像をお楽しみいただけます。バッテリーは最大でなんと19時間、急速充電にも対応しています。インターフェースのご紹介です。こちら側には USB-C、USB-A、有線のヘッドホンジャック、反対側は Surface Connect を搭載しています。重量は約 1.3kg、 薄型軽量でストレスなく持ち運ぶことができます。いかがでしたでしょうか？ Windows や Office を作った Microsoft が自ら開発をした Surface Laptop 4、皆さんがよくやる作業がやりやすいように考えられた PC で、どれだけ使いやすいのかご理解いただけたと思います。 Surface Laptop 4には CPU やメモリ、SSD の容量やカラーバリエーションの異なるラインナップが用意されていますので、あなたの使い方に合った1台が見つかるはずです。ぜひご検討ください。それではまた。